ママ、マッサージしてあげるバブ。マジ？ありがとね。超親孝行じゃん。いやいや、いつもお世話になってるのはこちらバブから。育強すぎてくさ。ひたすら育児放棄してただけなのに。それじゃ、始めるバブね。はーい。なに？その笑い方受けんね。んーしょ。しょっと。あー超気持ちいい。すぐら赤ちゃんなのに結構やんじゃん。マッサージについては映像作品でよく勉強したバブからね。なに？映像作品？ね、これってさ、どこに聞いてんの？主にリンパですね。何突然の警告を。リンパの流れを良くすることで女性ホルモンが活性化しますからね。あ、そうなんだ。マジかしけーね。それじゃあリラックスしててくださいね。うん。ちょっとすぐれ。そこまではいい。あれどうしたんですか。ただのマッサージですけど。なんかちょっとさ、関係ないところ触られたかなと思って。そうですか。奥さんのリンパが滞ったら大問題ですから。いや、母親を奥さんって。あの、こっちは真面目にマッサージしてますから、変に誤解しないでくださいね。うんしょなすぐる、もういいわ。はい、もうマッサージいいわ。あ、いや、思ったよりリンパが詰まっているようで、ね、ここは十分にほぐさないと。なんか、これって本当にマッサージ？そうですけど。ふん。僕が学んだ映像作品では、このマッサージを受けた女性はみんなすんごく嬉しそうな顔をしてましたけど。その映像作品、のれんの向こう側になかった。すぐれ、もういい。気持ちよかった、ありがとう。いやいや、まだリンパがほぐしきれてないですから。でもリンパもう十分だし。奥さん毎日頑張ってる。家事に育児に体がもう悲鳴を上げてるんです。たっぷり癒してあげないとかわいそうですよ。その敬語すっげー怖いんだよね。ディープエグゼクティブコースに変更なさいますか。なんて、ディープ？めっちゃ怖いんだけど。絶対の。では今度は僕をマッサージしてもらえますか。いや、マッサージ師がそれ言い出すパターンもあるけども。さて、ここまでのマッサージいかがだったバブか。二度と頼まないかな。あとおめえさ、絶対よそでこれやんねん。もちろん家だけバブよ。お姉ちゃんもダメだかな。